こんにちは、吉田さん。まあ今ね、コンサルの方一見してきたんですけども、やっぱりね、多くの人は商品は作れていても自分の技術はしっかりとあってね、商品化できてもその集客ができずに、そこをね、いつも悩んでいるんだなというところですね。せっかく商品あるのに、なかなかその商品を欲しがってる人に出会えないってことで、いわゆる宝の持ち腐れ状態っていうのが起きてるのかなと思いますよね。でまあ、多少影響力が、ね、ある私の方に、コラボはどうかなってことになってくるわけなんですけども、私は全然そういうのを塾生さんの役に立つのはいいかなと思うんでやりますけども、確かにね、こっちの人とこっちの人、必要なものと提供できるものが異なっていますから、マッチングさせることっていうのは結構ね、このぐらいの人数1000人とかいたら大体あるんですよね。まあ、でもやっぱりそういった人と人のつながりも最初は私もなかったわけですよ。で最初はね、みんなセルフバックをやるやらないぐらいの関係でしかなかったのが、中には YouTube をやる人が出てきたり、セミナーの下ごしらえが上手な人がいたり、文字を書くのが得意な人がいたりね、で画像を作るのが、まあ、なんとなくできる人がいたりって感じで、まあ、プロジェクトを組んで何人かでスタートするみたいなこともありましたけども、やっぱり未だにですね、やっぱ一番苦手とするのは集客をすることなのかなと。やっぱビジネスは永遠のテーマ、集客をどうするかとかね、そういうことなのかなと思いますし、でもう一つはリピートをどうやって取っていくかってことになります。人のニーズってのは変化し続けるし、それからやっぱり欲望には限りがないんで、次にはこうしたい、ああしたいっていうのが出てきたりとか、新しい悩みっていうのは切れ目がないんですよね。だからよく話し合って聞いてあげることと寄り添ってあげることが大事なんだろうなと思いますよね。まあ、だからといって、私がそれをやってきたからこんなに人数が増えてきたっていうふうに威張るつもりはないんですが、おかげさまで、配信をねずっとしていたおかげで、とりあえず明日も放送はあるだろうとかね、答えない質問はないだろうっていうふうな信頼はいただいたのかなと思います。まあ、ですので一個一個に丁寧に、そしてなるべく早く、しかも動画で答えることっていうのは、まあ一定の効果があったかなって思うんですよね。ただこれをこういうふうに見える形でお話しても、なかなかそれをやり続ける人っていなくって、まあ、この億万長者合宿のリレーもね、小野沢さん入ってきてくれてますけども、やっぱりね、もっともっと他の人が入ってきてもいいのかなとか思うんですけどもね。まあ、基本的には私と吉田さんのやり取りなんで返信するとは限らないですけども、まあでもね、億万長者合宿を見ての感想みたいな、そんなコンテンツをずっとね、地道に続ける人がいてもいいのかなと思うんですけども、どっかにいるんですかね。まあ、私の言えることっていうのは、集客しようと思ったら集客し続けることなのかなと思います。集客をやめた瞬間、発信をやめた瞬間に人は来なくなりますし、あとはね、やっぱりいろんな人が来るっていうのがあるんですよ。でどんな人が来るかっていうと、発信した人の放送に対して反応してくるわけですから、やっぱ元は自分なんだろうなっていうところがありますよね。まあ、これも永遠のテーマかなと思います。まあ、日産とトヨタって話から来たわけなんですけども、まあ、日産には日産の良さがあり、トヨタにはトヨタの良さがあって、でどっちが正解ってことはなかなかなくってですね、それこそ一戸建てがいいか賃貸がいいかみたいな、どっちもいい点悪い点があるよっていう風なところで、自分にはどっちのいい点が向いてるかなとか、どっちの悪い点は受け入れていけるかなっていうのじゃないかなと思うんですよね。日産にしてもトヨタにしてもやっぱり魅力的な存在でもあると思いますし、ユーザーが作るそういった文化や歴史っていう日産っていうふうに私は考えてますけども、トヨタはやっぱり代表者の考えたとか行動がものすごく大きいのかなと思いますよね。もちろんそれもユーザーの意見をしっかりと聞いた上で作れられたんでしょうね。やっぱこうセルシオやレクサスっていうのはものすごく静かで、でハイソサイティ感があってですね、で最上級とはいかないけども、でもクラウン以上でプレジデント以下みたいな、センチュリー以下みたいな、いい感じのところでニーズをしっかりとゲットしたのかなと思います。まあでもね、1台1000万以上の車がこんなにボンボン売れる時代が来るなんてね、思わなかったですよね。やっぱりこれシーマですら4、500万だったような気がするんですけども、やっぱりもっともっと価値の高いものに高い価格をつけていくっていう流れっていうのは